今回は失われたアトランティスかつて栄えた帝国アトランティスは一昼夜にしてこの世から消えたと言われておりますその伝説の始まりは古代ギリシャにありました古代ギリシャの哲学者プラトンがその本に記したんですそして現在アフリカサハラ砂漠にあるサハラの目と呼ばれるものこそが アトランティスの名残ではないかという説が浮上しております。サハラの目は北は山に面しているそうです。南は海に向かっているそうですが、それこそがアトランティスの言い伝えに一致すると言われております。プラトンはアトランティスが北をいくつもの美しい山々と接していると書いており、それと同じようにサハラの目も北に山があるそうです。 この画像がサハラの目です。このように不思議なものがサハラ砂漠にポツンとあるんですね。とっても巨大なもので、なんと直径50キロぐらいあるそうで、50キロって大変な大きさなんですけれども、なんと人間はこれに気づいておらず、NASA がジェミニ計画として宇宙飛行士を宇宙空間に飛ばし始めた時に、ジェミニに乗ってた宇宙飛行士2人が発見してるんですよね。 当時、まあ、これはサハラ砂漠だっていう目印にもしてたそうです。宇宙空間に行った時にこれが見えたら、あ、ここはサハラ砂漠だっていうことで目印にしてた時期もあったそうです。この Eye of the Sahara って言われてて、サハラの目。サハラ砂漠にモーリタニアって呼ばれるアフリカにたくさんの国があるんですけれども、サハラ砂漠に一つ国があって、モーリタニアと呼ばれる国です。 そそれががでですすね9割がサハラ砂漠だそうですもう国がほとんどサハラ砂漠なんですけれども1年間で雨が降る日が10日前後しかないっていう非常に乾いた土地です。最初発見された時に隕石が落ちた落下した跡だと思われてたんですけれども研究が進むとなんとこれはまあ陸地で起きたさまざまな変化によってできたものだということが分かりました。 遠く、白亜紀時代、アルカリ性の物質がこちらをバーッと入ってきて侵食していき、このサハラの目の周りをこう隆起させて、ちょっと上に盛り上がってるんですよね。で、サハラの砂漠はそれと逆に沈んでいってるんで、そこだけポコッとくぼちになってるようです。プラトンが記したアトランティスの記述によりますと、アトランティスの中央にあるものは、ポセイドンとその亡くなったその奥さん、 クレイトが住んでいた丘があったと。二つの陸地と三つの水に囲まれていたって書かれてるんですね。で、確かにそういった形、昔サハラも砂漠ではなく、満々と水をたたいた湖もあり、非常に潤っていた大地だったという説もありますので、まあ、プラトンが記したところのアトランティスがここだった可能性もあるということなんですよね。 で、サハラ砂漠に関しては、プラトンはまた、アトランティスに住む人々は、中央から他の都市にどんどん橋を架けたっていう風に書いてあって、つまり、円形型だったって言われてるんですよね。丸い形をしていて、その、全部が都市なんですけれども、橋とかでつながってるっていう。で、さらに、城壁がたくさんあって、 それは赤や白や黒の岩で作られており、王室を出て三つの港を横切ると、海から始まって一周する城壁、つまり円形なんですよね。で、一般庶民は真ん中には住んでおらず、その周りの渦巻きのところに住んでたみたいな記述があるんです。で、プラトンはアトランティスがヘラクレスの柱の向こう側にあるとはっきり書いており、 ヘラクレスの柱って現在のジブラルタルになります。これトーキーが描いた絵です。ジブラルタルはスペインの南の端っこにあります。スペインの南の端っこで海を隔てて向こう岸がアフリカなんですね。それでスペインの南の端っこにあるジブラルタルを昔ヘラクレスの柱って呼んでたらしいんです。つまりプラトンはジブラルタルの向こう側に アトランティスがあるって書いてるんですよね。つまり、アフリカにあるっていう風に思われてると。それで、このスペインの南の端っこ、青く塗りつぶしてますが、ここがジブラルタルなんですが、なんと、イギリスの領土です。イギリスが今もそこ支配していて、ですからスペインなんですけど、一部イギリスなんですよね。で、向かい側がアフリカと、まあ、いうことになってるんですけれども、ヘラクレスの柱の向こう側に、 このようなアトランティスがあった。これは想像図、イメージ図ですが、アトランティスがもしあったとして、このような形だったって言われてます。全部水で満々と称えられており、船で真ん中まで行くこともできるし、橋でそれぞれの街がこう、つながっていたと言われてるんです。やはりサハラの目によく似てるんですよね、形としては。さらにプラトンとしては、アトラスの双子の兄弟が、 ヘラクレスの柱、つまりジブラルタルの向こう側に地域をあって、その地域を支配していたって書いてあるんです。やっぱりジブラルタルの向こう側ってギリシャから見てもアフリカなんですよね。で、中には海に浮かぶトランジスっていう風な説もあるんですけれども、このようにアフリカの内陸部、内陸部といっても、まあ海に面してはいないんですけれども、海に、まあ、近いといった近いのかな。そういった、あの、 サハラ砂漠の西の端っこにあるサハラの目こそがそのアトランティスの跡地ではないかっていうふうに言われています。さらに、プラトンとは別に紀元前450年頃に歴史っていう本を書いたヘロドトスっていう人がいます。この人はですね、古代ギリシャの地図にはアフリカにアトラス山、そのアトラス山の近くに アトランティスっていう地名が書かれた古代ギリシャの地図があるって書いてあるんですよね。で、これはギリシャ人がアトランティスがアフリカに存在していたということを知っていたのではないかって言われています。ヘロドトスによればアトランティスっていうのは国の名前でも地名でもないって言うんですね。それはアトラス山っていう山の近くに住んでその山の近くに住む人々のことを アトランティスって呼んでた。その人々の集団のことって書いてるんです。で、10日歩くと潮の丘と水があり、そこにアトランティスと呼ばれる人々が住んでいる。私たちが知っている中で、名前を持たないのはこの人たちだけである。つまり、この人たちはアトランティス人ではなく、アトラス山の近くの人々っていう意味で、アトランティスって呼ばれてたらしいんですよね。 彼らは生き物を食べない。つまりアトラスって言われてた人たちは生き物は食べない。で、眠ってる時に夢を見ることもないそうです。だからこれを聞いて、あ、宇宙人だったのかなアトランティスの人たちはと思ったんですよね。あの国の作り方も独特ですし、円形に。で、中央まで水が行ってるっていう風なやり方も、いろんな物資を運ぶにはとてもいい構造ではあるんですよね。 で、さらにヘラクレスの柱、現在のジブラルタル。で、そこにアトランティスはあると。やっぱりヘロドトスも書いてるんですよね。不思議なんですけれども。そのアトラス山の近くに住む人々をアトランティスって呼んでたっていうふうになってるんですが、そのアトランティスって呼ばれた人々は、アトラス山のことを天の柱と呼んでたそうです。天の柱っていうのもですね、 多分 UFO が上から降ってきたんではないかと。で、その子孫ですよっていう意味なのかなってちょっと思ったりはするんですよね。で、初代アトランティスの最初の王様は、あの、巨人アトラスって言って、これはですね、ギリシャ神話に登場する巨人のアトラスっていうのがいて、それだったっていうふうにも書いてあるんですよね。まあ、つまり、日本と一緒で神話と現,現実があやふやな時代があったと。 それでこのアトラス巨人のアトラスってあのイルミナティとかフリーメイソンに非常に深い関係があるんですよねそのアトランティスが地球をその肩で背負ってるっていう意味合いがあってだから私たちはアトランティスの肩の上に乗ってるっていう意味合いがあってでそのアトランティスの子孫たちは みんな眉を潜めてコロラドに帰っていくみたいな記述があるんですよね。で、コロラドってアメリカのコロラド州っていうのがアメリカのちょうど真ん中あたりにあるんですけれども、そこには、まあも、ものすごい都市伝説にもなっている、まあ、トーキーの動画でも一度取り上げたことがあります。そのコロラドの、えっ、ー、と、あれどこだったかななんか大きな国際空港があるんですよね。そこがですね、完全に イルミナティとかフリーメイソンの本拠地っていうぐらいまがまがしく、もう変な壁画が描かれてたり、すごい銅像が立ってたりですね。で、さらにその地下はびっくりするぐらい広大な、そのものすごい権力者たちが何か地球にあった時に逃げ込める構造になってるんですって。で、これがですね、左側がアトランティスのイメージ図で、右がサハラの目です。似てますよね、こういうふうに見ると。 で、サハラの目のあった時代は、やっぱりサハラ砂漠も緑豊かで川がありっていう風な雰囲気だったって言われております。それで一説によりますと、アトランティスが滅亡した時期が地球のヤンガードリアスキっていうその時期と一致するって言われていて、ヤンガードリアスキっていうのは今から12,900万,万年前ぐらいのところで、 暖かくなってたのに突然寒冷化したって言うんですよね。急に冷たくなって、様々なものが、まあこれ隕石の衝突ではないかと言われてるんですが、突然の氷河期が来たって言われてる時期で、それによってアトランティスも滅亡したんではないかとも言われてるんですよね。海に全部流されて、痕跡一つ残らなかったって言われてるので、例えばサハラの目が本当にその名残であれば、 アトランティスの人々が使っていた様々な、まあ、石器時代でもいいですし、そんなものとか、もっともっと見つかるはずなのに何にも見つかってないじゃないかって言われてるんですけど、つまり、やっぱり急な寒冷化、氷河期により、すべてが洗い流された。どこかに閉じ込められて、もう掘ってもなくなってしまったみたいな。 ことになってるんではないかとも言われております。まあ、謎は深まるんですけれども、アトランティスについて、プラトンがあるこれあるこれ書いてるんで、ちょっと取り上げてみました。まあ、アトランティスの人々が宇宙人の子孫、本当に最初の直径、初代、宇宙人が最初の地球に降り立った時ぐらいの文明であれば、なんとなく辻つ,つまうかなと思ったりもするんですよね。まあ、どうなんでしょうか。 皆様はアトランティスについてどう思いますでしょうかもしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは、おやすみなさい。